チャオ、あっちゃんです。今日は7月の28日、金曜日、あっちゃんちの晩ご飯、今日はね、スーパーモリカで買ってきた塩サバ、焼きたいと思います。はい。他何かちょっと作りたい。まあ、ナスビ食べたいんだけど、子供食べへんからさ、もうあっちゃん一人になってしまうんだけど、ナスビと。で、子供ちゃん、ね、わかめのサラダやったら食べると思うから、わかめサラダでもしたいと思います。はい、わかめ。わかめのスープですね。乾燥わかめで。乾燥わかめちょっと。よいしょ。乾燥わかめに水入れて浸しておきます。で、サラダ用に。暑いな。何できたの？増えたような気がしたけど動いてない。では葉物野菜、今日に買ってきた50円の半入れたちょっとだけ3枚ぐらいとキャベツを1枚ぐらい、よいしょ。そしてね、きゅうり、水残ってて、ナスビにやるのか。このナスビね、新鮮やからこんにチクチクがあんねん。ナスビはね、このチクチクがあるのが新鮮らしいよ。うん、知ってるよね、そんなことぐらいね。ごめんね、うん。あちゃん、昔さ、もう結構前に教えてもらったけど、知らんかってさ、ナスビパーンって洗うとったら手怪我して、痛ーとか、ナスビに刺されたーって言ったら、うん、新鮮やから刺すよって言われて。ミキちゃんのお手伝いしてたね。ミキちゃんと結婚する前にナスビにトゲあるのか知らんかった。新鮮なやつやから出すわ。田舎でね、お客さんとかにもらってきたナスビやって。すっごい新鮮。人参これ使うのかな。キャラとラペちゃんを、ラペちゃんを使いましょう。ラペちゃんドレッシング代わりになるからね。
トマト。うん、切れ味最高。今回といたからね。あ、でも切れんくなってきた。もっといたかな。トマトでね、あの包丁の切れ味がよくわかんない。トマトが切れなくなってきたらあっちゃん研ぎ時期やとは思ってんだけどこれでサラダ完成、完成ちゃう、わかめにやな、もういいかな。わかめをのせたら完成です。ドレッシングはね、なんかしそ、青じそにしようかな。で、ナスビ、ああ、下手触るのが怖い、あれから。では温めましょう。はい、ではフライパンにオリーブオイル、ナスを炒めて、朝からね、なんかの通販番組やってたんよ。それで、どっかドイツ製のフライパンやんだけど、くっつかないテストやっとったん。それで、塩サバの皮面をさーっと焼いて、で、なんぼか焼いたら裏返すんだけど、皮がひっつきませんってやってて。で、あっちゃんの、ね、ご自慢の、あれ、カインズフライパン、同じことできるやろうと思ってさ、それやりたくてさ、塩サバを買ってきたんだ。別にテストのわけじゃない。塩サバ食べたかったけどね、うん。この時期塩サバ美味しいやんか。ここにかけるタレ。味噌、ここにお酒、お酒ね、小さじ1ぐらい、味噌大さじ1ぐらいね。みりん、みりんも小さじ2、大さじ1、まあ適当、好きなだけで。ナスはね、焦げ目つけるぐらいまで焼きます。砂糖ちょっと入れるか。砂糖これにね、何ぐらいかな、味を見てから。砂糖いらん。今度は砂糖甘いから。砂糖ちゃうわ。味噌。ここに
合わせがね、ね、ナスの何やろ、味噌田楽わからん、適当な店だで、ね、通販店行きましょうか。はい、フライパンに水いきます。見て汚れがすごく取れますみたいな、ね、こんな通販をやってたんです。で、洗わなくてもいいんです。さっとしておきー言って、汚れがこのようにみたいな、でも洗う必要ありませんってテレビ言ってた。で、次、焦げやすいサバ、焦げやすいサバを油敷きません。聞いたな、電池変えたのに温度センサーか、はい、ちょっとゴタゴタ NG がありました。次はくっつきやすい、ね、グリルで焼くと皮面がくっつき大変なことになるサバですが、皮面から油を引かずに、このくっつく、はい、このくっつく、サバが、きれいに皮が、焼けてます。みたいな。そんな通販番組なんか見てたんや。サバが美味しそうやったから食べたくなってきて。ほんまフライパンで焼いたらきれいに焼けるわ。手入れ楽やしね。グリルで焼くと洗うもんみたいね。もうちょっと食べようかな。食べた。どっちがいいんだけどね、
くりする動く。もう驚きやね。また最後に皮をかけてやるから完成。どうやった方が早いっすか。焼けました。では食べたいと思います。はい、サバ焼けましたと、ナスビのなんだ味噌田楽みたいな田楽味噌味噌炒めと、わかめのサラダで、メロンの漬物とこれ、白菜の茶碗大根のあれなんやナマスで食べたいと思います。超和食です。はい、暑いね。はい、ということでやっと準備が終わった。で、いただきます。ちょっとお茶、台所熱中症だからもう熱くて、うん、いただきます。おいしい。では、なすび、おいしい。めっちゃ美味しいよ。サバを、綺麗に揚げてるわ。美味しい。美味しい。サバはあっちゃんが味付けたわけでもないけどね。作ったわけでもない。焼いただけで。味ついてなくね、これ。どれ？サバ？うん、ちょっと塩味ついてるよ。こっち食ったから分からん。うん。うん、うまい、おいしい。ナマスとサバと一緒に食べてほしいんじゃ。うん、やっぱりしておいしい。うん、わかめおいしい。何年ついたんですか。うん、リルで知らん。南部14年式ほんまにあんねんて。あれのエアが持ってたわ。メロンの漬物すごい甘い、うん、あのおかずにはなりません。美味しいよ、うん、だから食後とか食前食後のデザート。食前に甘いの食べたらいいらしいからね。今サバ食べへんの？おかわり？わかめ。うん？わかめ。わかめ。うまい。わかめサバ？
もう残すなと。で、漏れ。いや。あ、いや。なんで。いらんって。油なんてサバ美味しいのに。浅い。うん？どれ？メロン？浅い。あんまりつけてないからめっちゃ甘い。うん。塩少なめにして甘くなるよね。なんでこんなナスで美味しいの食べへんやろ思ったんや。まずいから。ぜひして。ナスで美味しいよね。ナスみたいな味はね、何なんて分からへんな。あと最近、全否定ってことは好きななんで言う壊れた爆弾。爆弾ついた。いや、ゾウが鳴いたら、バカしやな、うん、おいしい。幅いいね。うん、お父さんサバ食べへんからな。何回もね、人生の半分損してるね。どんだけ損してる。うん、はあ、人生の半分損してる。うん、人生の半分損してる。アホやな、そんな考えがアホやな。なんで困って食べへんけど人生の半分アホや、うん、あ、そんな考えが人生の7割損してる。100% 以上やんけ、うん、あ、まあ、頭あるよ。うなす人だらね、トマト食べへんだけね、人生の 100% してる。頭悪いな。なんで、なんで寝ぼけた声で一緒ディスって。5割と7割で 100% アホかよ。花子って書いてる。花子やったのに。うん、どう花子やったのに。うん。ほんまにやった話よ。花子の話。勝手に花子って使って怒られたの。藤子不二雄レベルで。藤井不二雄。うん。買いやがった。うん。過去買いやがった。うん。まあ、ある意味あれな。なんていうの？藤子不二雄な。うん。日本でめっちゃ有名な漫画家やのにな。うん。昔の物語パクってんの。うん。すごいな。
誰やこれ。さっきのおっちゃんさん。うん。さっきのおっちゃんさん。さっきのおっちゃんさん。お父さんだって。うん。さっきのおっちゃん。うん、うん、そこのところに毎日毎日行ってたやつ。あ、そうなの。どう見てた子供？うん。野菜ばっかり食べてる気がするの。なんか胃もたれが激しい。え？魚がサバのせいで胃もたれが激しい。胃もたれ激しい。うっさいんだよ。吐きそうになりそうな。うん。完食しました。美味しかったです。なっちゃんの晩ご飯、ちょっと和食系に振ったご飯、子供にはちょっと不評でしたでもね、まあ魚も食べてあるし、鍋は食べるの分かったけどね、うん、ってことでした。美味しかったよ、ごちそうさま。では、またね、バイバイ。